高濃度の PCB 廃棄物が西日本で見つかった場合の処理事業をめぐり環境省は室蘭市長に改めて受け入れを求めました高濃度の PCB 廃棄物の処理をめぐっては今年度で処理事業が終わる西日本で新たな廃棄物が見つかった場合来年度末まで室蘭市で処理するよう環境省が去年要請していました環境省は昨日室蘭市長に 改めて受け入れを求め、市側は受け入れ期限の原種などを国側に確認しました。今後は市議会の議論を経て国に方針を伝える予定です。